杯飲んでって。うちで飲んでいきますね。ちょっと寄ってきませんか。さよならは言えたろう。いらっしゃいませ。いや、あれ、お客さん初めて？ああお好きな席にどうぞ。いや、俺は待ち合わせで。緊張してんじゃねえよ。錦よ、なんでお前がここに？行きつけの店の一軒や二軒俺にだってあるさ。この店は今俺の一番のお気にな、レナ。あら、錦山君のお知り合い？あ、もしかして桐生さん？ああ、そうだか。うわ、やっと会えた。一度お会いしてみたかったのよ。錦山君、酔うとあなたの話しかしないからね。おい、余計なこと言うな。まあいい、とりあえずここ座れよ、桐生。それにしても奇遇だな。ああ、お前はよく来るのか。まあな、組の兄貴たちもまだこの店は知らねえ。落ち着いて飲めるんだな。そのうちおめえも誘おうと思ってた。ならちょうど手間が省けたな。そういや、おめえさっき待ち合わせって言ってたか。相手は立花不動産の小田だ。先に来てるはずなんだが。小田さんならまだ来てないわよ。さあどうぞ、最初の一杯は私のおごり。もともと小田におごられる予定だ。なんだ、あまり乗客じゃないみたいね。なーに、俺たちはこれからの人間だからよ。今度は由美ちゃんにも会ってみたいな。歓迎するわよ。あいつはまだ学生だよ。でもなんだったらここでバイトさせてやってくれ。おい、由美にこの街でホステスさせんのか。人気出ると思わねえか。あいつはひまわりの頃から親父にモテる。じゃあ期待の新人ね。そうかもな。なんだか桐生さん、由美ちゃんのお父さんみたい。そこはせめて兄貴みたいって言ってやれよ。失言ね。それにしても立花不動産の小田って言ったか。ちょっと遅いんじゃねえのか。どうする、もう一杯飲むか。いや待つよ。先輩をほっといて俺だけ出来上がっちまうわけにもいかないからな。ふん、なんだよ、おめえも少しはサラリーマンっぽくなってきたじゃねえか。これくらいで何言ってんだ。ただのマナー、常識だろ。
その常識がねえのがおめえだったろうが。言ってろ。ねえ、それならカラオケでもどう？いいね、歌う歌う。バカ、それじゃ酒飲んでんのと変わんねえだろう。つうかカラオケならこの前も。じゃあお前は聞いてるだけでいい。俺が勝手に歌うから、それならいいだろう。仕事上がりの時くらい固いこと一個なしよ。歌ってる間に小田さんもきっと来るわ。しょうがねえな。よし、そうと決まれば善は急げだ。ミュージックスタート。どうよ、錦山君すごいプロみたいだったわ。だろだろ、おめえもなんだかんだ言ってノリノリだったじゃねえか。ふん、しょうがねえから乗ってやっただけだ。たく、素直じゃねえな。本当はおめえも歌いたいんじゃねえのか。そんなわけないだろ、たく。それにしても小田ってやつ本当に遅いな。おめえの話を聞く限りそんなルーズなやつとも思えねえけどな。本当ね、事故にでもあったんじゃないかしら。いらっしゃ。太田。よう、元気そうだな。阿波野の兄貴。なんでここに。座ってろ、錦山。こちらに見覚えあんだろ、桐生。その説はお世話になりました、桐生さん。
お前ら戦友やな。お前らが織田をやったのか。その前にお前がうちのしのぎ邪魔したんだろ。立花不動産で言え、こそこそ東上界に盾ついてる連中で、組抜けて早々お前もギリってものが分かってねえ。親父、ここは俺が。こいつ知ってるか。うちの岡部ってもんだ。例の戦友屋のしのぎはこいつの仕切りでな。かわいそうにおめえのせいでけじめつけちまった。おめえ今度は何やらかした。下っ端が口を挟むんじゃねえぞ。おれおっ錦いいね。俺がこちらの片木さんと話してんだろうが。錦やめよ、ガキがシャシャレ出てくんな。錦山は関係ねえ。こいつとはたまたま居合わせただけです。慌てなくても次はてめえだ。ねえ親父、もうこいつやっちまっていいすか。こいつの面見てるだけで俺らはもう。おう、片木の皆さんに迷惑かけねえようにな。店の外でやれ。ほら、ここで錦山と飲んだら、美人のママも一緒にな。ああ、来いや、キリュウ。すぐに戻る。おい、そんじゃこっちはこっちで楽しくやろうや。ねえ錦山。